どうぞ。じゃあ人ナンバーを。才能に溢れているか。昔はあの子は僕にこう言った。割とキュートだと潤んだ目をして僕をうなずいた。
でも飛んでいってもいいから口が手を出よれか羽が生えてどこまでもどこまでも口が手を出よれか羽が生えてどこまでも飛んでいってもいいから口が手を出よれか羽が生えてどこまでもどこまでも Oh yeah All right Oh yeah これもしかしたら前にあの朝6時ぐらいにあの20人ぐらい並んでるおじさんたちが何なんですかね。ね。俺あの一応の循環護士の資格を持っているのでああいうあの医療現場は気になるんですが、あのおじさんの群れはきっと何かの、あの薬をもらいに並んでるんだろうと思って。そのあの中からでかい看護師さんが絡んでいる。うずらの3倍ぐらいあるでしょ。お待たせしました。ベネガーが来るんですよ。やっぱあのぐらいになるとあのぐらいの看護師さんがいいんですよね。あのぐらいがいいですね。あと3年で定年なんで、ここどうしようかな、どうしたらいいと思うんですか。早いね。柴田町長に俺に行こうしようかな。さあ、あの役場に通天閣を建てて、役場から伊藤ちゃんまでの間、大阪新世界のように楽しそう。で、あのここあのサンプルの前にあのグリコの看板を、LED だよ今ね、 LED です。あの来週はあれなんです、あのアーノルズと一緒に下北に、下北半島ではありません、下北沢に下北沢にあのグーズグルのレコ発にアーノルズが出るの。出るの、うん、そうなんです。あのすグーズグルがアーノルズに食われる瞬間にすごいね、終わった後に肘を慰めるためにもう絵ができてるそれを目撃するために行こう。行くんですよ。行きますか。行かないじゃあ、グーズグルにもアーノルズにもヒット曲が生まれるように、俺があの36歳の時に40歳までにヒット曲を作ろうと思って作ってると、51歳ですが、イエーイ。
すぐそこに来てる。でもあの子が言ってた、大谷世界で一番ヒット曲はくれよ。あの子もこの子も悲しいようなヒット曲をくれよ。ラジオでビンビン流れるようなヒット曲をくれよ。テレビもどんどん出てみたいのさ、ヒット曲をくれよ。あの子と僕の歌、覚めても考える、僕には最後じゃないのかなんてこと、毎日毎日鏡を見て憂鬱になる。あと3センチ鼻が高くて目がでかかったら、ロックスターになれたかも。でもあの子が言ってた、つぶらない瞳が素敵。でもあの子が言ってた、大谷白馬の王子様、一個曲をくれよ。大人も子供も踊り出すよ、曲をくれよ。インタビューにも答えたいのさ、きっと曲をくれよ。このサイダンスも踊ってみせるぜ、きっと曲をくれよ。あの子と僕の歌、どこへ行っても誰と会っても相手にされなくて、ひねくれていたのさ、あの子に出会うまでは。忘れていたのさ、世界がこんなに素晴らしい、きっと曲をくれ。あの子もこの子も歌い出すような、きっと曲をくれよ。ラジオでビンビン流れるような、きっと曲をくれよ。テレビもどんどん出てみたいのさ、きっと曲をくれよ。あの子と僕の歌、曲をくれよ。芸能人とも付き合いたいのさ、きっと曲をくれよ。フォーカスされても怒らないから、きっと曲をくれよ。仲間行きへと手をつなぎたいぜ、きっと曲をくれよ。あの子と僕の歌、君ヒットソン、オーイエヒット。じゃあ日本語でヒット曲、はい、カモン、ヒット曲、ヒット曲、オーイエヒットソン、ヒット曲、ヒット、カモン、ヒット曲、オーイエヒットソン、
あの子と僕の歌、あの子のための歌、we'll be right back.
ってきたので立ち上がります。イエーイ。最初からもう見られたかもう猿が立ち上がるからもごとく、あのそこのこんな病院のあのおっちゃんたちが薬もらって立ち上がるからもごとく立ち上がります。イエーイ。
隣にいないか。Don't worry.